庭月観音は山形県西条郡酒川村にある天台宗の寺院。三号は庭月山。本尊は聖関世音菩薩。正しくは庭月山月造院と称するが、一般的に庭月観音と呼ばれている。酒川下半に位置する西条十三観音霊場の打ち止めの地であり、境内にはおびただしい数の農札や青いずりが収められている。 毎年8月18日に灯籠流しが行われており、庭月観音から酒川に向けて灯籠が流される。その規模は、物式としては、東日本随一と言われる。庭月観音は、戦国時代にこの地を支配した、酒の城主、佐々木貞綱の時代に創建されたと伝わっている。貞綱は、完全音菩薩を信仰しており、酒の城内に、 窓か二作と伝えられる、聖観世オ菩薩像を安置していたが、それに対し、家臣の庭月理財門広綱が、観音様は人々を苦しみから救う仏様なので、城内に安置せず、広く領民に礼拝させるべしと進言し、貞綱がそれを聞き入れて、酒川河藩に観音堂を建てたのが創建と言われる。観音堂の所在地は、庭月理財門広綱にちなんで、 庭月と呼ばれるようになった。江戸時代になり、最上家の家臣となっていた酒延べ氏が、最上家の海域により、桜、ついで子がへと移された後、庭月の地には、戸沢氏が入り、新城藩領となった。観音堂は、酒延べ氏の国がへ及び、酒延城の廃城の頃に一時荒廃したが、1671年、二代、藩主。 戸沢正成の発願により寄付を募り、現在の場所に遷移、再建された。1676年に、落慶法要が営まれ、その後、阿弥陀堂、大泉堂など現存する道具が建立された。ありがとうございます。